いや、やってしまいました。やってしまった。今ね、ケーキ買ってきたんですよ。深夜スーパーで。これね、まあ、300円ぐらいしたんですけども、2割引きでした。20% 引きね。まあ、それはいいんですけども、これ何がやったかっていうと、772キロカロリーあるんですよ。すごいでしょ。普段私こういうの食べないんですけども、もうね、350キロカロリー以上のものってあんまり食べないんですよ。でも今回これね、すごいカロリーだなと思って食べちゃいます。そんなことが言いたいんじゃないんですよ。 YouTube のね、アカウント1週間のまあ新規動画アップロードの停止措置が明けたんですけども、動画のアップロードを100本以上してたら1日の動画アップロード上限に達しました。24時間動画がアップロードできませんという警告表示がまた出てしまいました。前回はね、何日かに分けてアップロードしたんでこれ出なかったんですけども、今回ね、あ、200本300本1日のうちにアップロードしたらこれが出るんだっていうことに初めて気がつきましたね。今まで2万本近く動画アップロードしてきて、こういうことはね、知らなかったし初めてです。だから徹底的にやったから分かることですね。でも多分ね、こんなことね、聞いたこともね、見たこともないと思うんですよ、多くの方は。さすがに YouTube をそこそこやってる方でも1日の動画アップロード本数に達しましたってヒカキンさんでもね、はじめしゃちょーでもないと思いますよ。で、私はね、弱小 YouTuber ながら、あの数でね、もうナンバーワンになろうかなと思ってますんで、数のアップロード挑戦してるんですけども、いやー、これがありましたか。うん、まあでもそのぐらいね、やっちゃってください皆さん。で、度を超えたぐらいやることによって多くの人が見えない景色っていうのが見えてきますから、それがオリジナリティだと思います。はい、じゃああとね、1日、すいませんけどもサブアカウントでお送りさせていただきます。恐れ入りますがよろしくお願いします。いってらっしゃい。